韓国ノンシムニョルチカルグス。ニョルチっていうのはイワシのイリクのことです。カルグスというのは日本のうどんと考えて大体当たってます。で、揚げ麺に粉末スープ、カイクがついてます。で、スープは日本人でも全然 OK な辛さで、醤油成分は少ないです。ちょっと香りの面白いうどんという感じですね。